天皇陛下と首相はどこが違うの？答えられる人は、どのくらいいるのだろう？この、隙間にどうも、一部の捜索者、それが潜んでいる可能性があって。追求するけど、追求しきれないポイント。私に、何の責任があるんだ？天皇陛下なら、正しい。石原氏は、もちろん天皇陛下では、ない。だから、都知事だったとしても首相でしか、ない。安倍首相が同じ問題を起こしたら、追及では済まないだろう。石原氏の態度。私は単に、下から要求された書類に反応しただけだ。天皇陛下も、似たような状況、だろう。現状では？そこはほぼ形骸化した手続きでしかない。なら私だって。あなたは天皇陛下ではない？それはでも、微妙な、壁を押す。天皇陛下と政府の関係は、神に認められた正当な構造である。それは事実か否か？試練が。